皆さんこんにちは。10月といえば運動会シーズン。今年はいろいろな形で行われていると思いますが、どんな形であれ運動会の楽しみの一つといえばお弁当ですよね。今回は子どもたちが開けて喜ぶ体にもいい食べトレ的5つの力弁当をご紹介しちゃいます。そもそも食べトレでいう5つの力とは、東洋医学をベースに考えられた子どもたちが持っている能力を引き出していくのに必要な力なんです。その5つの力を作り出してくれる食材を使ったメニューを本日はご紹介。使用した食材が持つ力を分類してみると、とってもバランスがいい感じ。それではメニューを詳しくご紹介。人参のり巻き、ブロッコリーのおかかあえ、きゅうりの梅酢漬け、梅酢ピクルス、おにぎり、デザートにくずりんご。そしてこちらの2品は詳しい作り方を動画で解説しちゃいます。かぼちゃ茶巾の作り方をご紹介します。材料はかぼちゃ、塩、みりん、だし、お醤油です。かぼちゃを切り、塩をまぶしてしばらく置いておきます。調味料を入れて弱火で煮ます。皮ごと柔らかくなるまで煮ましょう。柔らかくなれば皮を剥き、煮汁ごと鍋の中で潰しましょう。ラップに潰したかぼちゃを入れて丸めます。先ほどの皮で飾り付けしてみました。さつまいもで作っても甘くて美味しいですよ。レンコンナゲットの作り方をご紹介します。材料はこちら。レンコン、長芋のすりおろし、くず粉、塩、揚げ油です。レンコンを角切りにします。レンコンが苦手な方には全部すりおろしてしまうのもおすすめです。そこにすりおろした長芋とくず粉と塩を加え、よく混ぜ合わせます。レンコンをすりおろしにした場合はくず粉はなくてもくっつきます。フライパンに油を入れて加熱し、大さじ1ずつレンコン生地を入れて揚げ焼きにします。ある程度火が入るまで生地をいじらないようにしましょう。きつね色になったらひっくり返し、裏面も揚げたら出来上がり。青のりをたっぷり混ぜても美味しいですよ。ここでスペシャルゲスト登場。蓋を開けたら笑顔満開になる盛り付けの秘訣を食べトレシニアインストラクター鶴岡仁さんに教えていただきます。まずは忙しいママ代表、若ちゃん先生こと沖若子シニアインストラクターが挑戦。蓋を開けてみるとこんな感じ。さあ鶴岡さん、いかがですか？このお弁当だとどのおかずを見ればいいかわからないなとのこと。ここで鶴岡流盛り付けのポイント、見せたいおかずの優先順位をつける、重箱の分割方法を先に考える、ひとしさんのアドバイスを受けて出来上がったのがこちら。中身は同じなのに色がまとまっていて、より美味しそうに見えますよね。そして次は盛り付け王子のポイントを参考に、お料理好きママ代表辻愛里美シニアインストラクターがデザート入り三段重に挑戦。とっても華やかで、蓋を開けた瞬間にパーッとみんなが笑顔になりそうなお弁当ですよね。お弁当を作る時には食中毒を避けるためにもこちらに気をつけましょう。ぜひ参考になさってみてください。本日の動画は
沖和歌子、伊藤涼子、辻愛さとみ、そして布施木あかりがお送りいたしました。チャンネル登録。